こんにちは、ワインブックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。突然ではありますが、あなたは日本で一番人気のワイン生産国はご存知でしょうか？おそらくですね、多くの方はフランスワインをイメージをされると思います。僕も突然聞かれればそう思うと思います。まあ一番人気とは言っても見方はそれぞれですし、こう見たら1番かもしれないけれども、だけれどもこう見たら2番3番の可能性もあると思います。ここでは Google の検索数の比較を参考にしてみたいと思います。フランスワイン、イタリアワイン、スペインワイン、アメリカワインで見てみたいと思います。するとなんとイタリアワインが1番なんですよ。これ日本での検索数の推移ですからね。もちろんこれはたまたまイタリアワインのキーワードに興味が集中した可能性もありますし、フランスワインがあまりにも知られすぎた結果、フランスワインのキーワードの検索数が下がったのかもしれません。では別の見方をしてみましょう。イタリアンレストランとフレンチレストラン、この2つの検索数を見てみたいと思います。すると倍近い検索数の違いがあることがわかります。ここから何がわかるか、少なくとも日本では食文化といたしましては、フランスよりもイタリアの方が知られているし親近感がある。検索数からはこのように推測をすることもできますよね。今時ある程度の規模の街であれば大抵イタリア料理店はありますし、ピッツェリアやパスタハウスなどを含めるともっと裾野は広がると思います。普通ですよ、イタリア料理店に行ってわざわざフランスワインを飲む人は少ないと思います。せっかくイタリアンを食べているんだからイタリアワインを飲もう、こうなるのが普通ですよね。このようにして興味を持った人がイタリアワインを気になって調べている、だから検索数が上がっているのかもしれません。今回のテーマはイタリアワインになります。イタリアワインの中でも特に高級ワインを人気ランキング形式で5個紹介したいと思います。なんだ高級ワインかということで、急に親近感が減退してしまった方もいらっしゃるかもしれません。ですけれども、フランスの高級ワインに比べますと何分の1かの金額で買えますし、グラスワインでも楽しめるものも多いので、もう少し話を聞いてください。このランキングさえしておけば、少なくともイタリアンレストランでワインの注文で困ることはなくなります。またある程度のイタリアワイン好きの方であったといたしましても、話題についていけるようになりますし、ひょっとしたらもっと踏み込んだ話があなたの方からできるようになるかもしれません。今回は、まずは僕の方でこのワインが人気だろうというワインを5個選びまして、これを検索数やワインサイト内での人気をもとに1位から5位までを紹介したいと思います。それでは早速いってみましょう。それでは第5位になります。第5位はタウラージです。タウラージはイタリアの南部カンパニア州の DOCG ワインで、南イタリア切っての高級赤ワインになります。アリアニコというブドウを使って作るフルボディのワインで、近年ではイタリアの中でも最も高い評価を受けるまでになっています。実はタウラージは現在でこそ品質の高いワインとしてその地位が確固なるものになっていますが、古文奮闘したワイナリーが歴史を作ったワイン産地でもあるんですね。タウラージは1993年にイタリアワインの最高格付けの DOCG に認定されますが、その頃であったといたしましても、ほぼほぼいくつかの生産者しかいなくて、有名どころとなるとマストロベラルディーノ、この1社しかなかったのです。マストロベラルディーノは19世紀の後半に設立されますが、他とは違う手法でワインの販売活動をします。マストロベラルディーノのアンジェロはローマに物流会社を作ってワインの流通事情を変えることに成功します。当時はまともな流通企業がなく、せっかく栽培したブドウだったといたしましても、ワイナリーに素早く運ぶ手段がなかったのです。またワインができたといたしましても、それを物流ラインに乗せることができずに、ワインは内向きな生産に終わり、多くは地元消費で終わっていたのです。そんな中、ワイン作りに加えまして積極的な PR 活動が奏功する形で、1993年の DOCG 昇格につながることになります。すごいのが、1990年代の初頭にはほぼマストロベラルディーノしかないような状況だったのに、現在では300近いワイナリーがタウラージにはあるのです。これですね、よほどマストロベラルディーノの作るワインが素晴らしかったからという見方もできますけれども、マストロベラルディーノがどう思っているかはわからないですよね。みんなでタウラージのワインを盛り上げようというふうに思っているかもしれませんし、なんだ俺が作った名声に後乗りしやがってって思っているかもしれないですよね。こればかりはですね、本人に聞いてみないとわからないですよね。カンパニア州は観光都市ではあるけれども、総論として決して産業は豊かではありません。郷土料理の材料も決して豪華な食材を使っているわけではないのです。スパゲティボンゴレやペペロンチーノ、ピッツァマルゲリータなど、本当にどこにもあるような食材を使って、食べ応えがあって、美味しくて楽しくなるような料理が多いです。その中にあって、マストロベラルディーノはタウラージの品質の高さを信じ抜いて、品質の高い赤ワインを作り続けましたが、どんな思いでやり抜いたのか、思いを馳せながらワインを飲むと、また味わいも変わってくるかもしれません。それでは第4位になりますが、第4位はサシカイアです。サシカイアといえばイタリアが誇る屈指の高級ワインになります。イタリアワインの中ではダントツの知名度と人気、価格のワインになりまして、ワインサーチャーで価格の推移を見てみますと1本5万円に迫るまでになっています。サシカイアはイタリア中部のトスカーナ州の高級赤ワインで、イタリアワインではありますがカベルネ・ソーヴィニヨンというフランスのブドウを使ったボルドーサイロのワインです。
おそらく評論家の評価ではボルドーの一級シャトーと比肩をするような評価を受けていて、人によりましては一級シャトーよりも差し替えを評価するような人も少なくないはずです。1978年にロンドンで行われたブラインドテイスティングで差し替え屋と一級シャトーを競わせて差し替え屋がトップになった話はあまりにも有名です。差し替え屋の品質があまりにも高いものだから、イタリア政府が例外的に差し替え屋に個別の保証を与えた。それくらいにインパクトが強いワインになっています。そしてですね、差し替えは論争の火種にもなりがちなワインでもあるんですね。というのも、先ほどご紹介いたしましたように、差し替え屋はイタリア固有の品種ではなくて、フランスのボルドー系のブドウ品種を使っています。これを新しい試みということで応援した人もいるでしょうし、当然、何よそのブドウを使ってとよく思わなかった人だっていたはずです。差し替え屋があまりにも評価が高かったため、当然この流れはイタリアワイン界に大きく影響を与えることになります。流れは若いワインメーカーを中心に国際的に評価をされるワイン作りをしよう、このようになります。そしてこの流れが加速をした原因の一つは確実に差し替え屋の存在だったのです。この流れはこの後のワインにもつながっていきますから覚えておいてくださいね。それでは第3位はブルネロ・ディ・モンタルチーノです。ブルネロ・ディ・モンタルチーノも変わり種のワインとして知られています。イタリア、トスカナ州で作られるワインで、サンジョベーゼのクローンのブルネロ種を使います。先ほどのタウラー種と同様に、ブルネロ・ディ・モンタルチーノも、キエの生産者が孤軍奮闘したワインとして知られています。ビヨン・ディ・サンティという生産者は、古くからブルネロ・ディ・モンタルチーノの作り方にこだわっていました。ブルネロ種は、もともと渋みがブドウに強くあるため、ブドウそのものの個性を出した方がいいのではないかという考えのもと、ワイン作りをします。天然酵母にこだわり、小樽を使ったボルドー風のワイン作りではなく、大樽でじっくりと熟成をさせる。この作り方が一時時代遅れだと酷評された時代も経験しているんですね。先ほどのサシカイアは同じトスカナ州ではありますが、サシカイアがボルドー風のワイン作りであまりにも成功してしまったため、相対的にビヨンディサンディ社のブルネロ・ディ・モンタルチーノのワインが古く移ってしまったのです。これ、僕は当時を知っていますからわかるんですけれども、どのワインも樽熟成との親和性が強調されたワイン作りをされていた時があったんですね。そんな中にあって、元々のブドウの風味を生かしたブルネロ・ディ・モンタルチーノは評価をされずに苦しい時代を経験したはずです。ただし、風向きが変わってきたのが2000年代以降、ワイン文化が成熟をすると、強すぎる樽の風味は逆にブドウの個性を消してしまうのではないか。このような流れが起きるのです。まあそりゃそうですよね。何でもかんでも樽の風味をつければいいじゃんってくらいだったので、自立反発も時間の問題だったのです。現在は、ブルネロ・ディ・モンタルチーノは、ブルネロらしさがあっていいんだよ。ブドウの風味を生かした仕上がりでいいんだよ。このようになっています。ブルネロ・ディ・モンタルチーノは、現在でも樽の風味を生かしたボルドータイプのワインと、それから以前のままのブドウの風味を生かしたタイプに分かれますが、同じワインであったら生かしましても、このような過渡期があるんだ、ということで、ワインを味わうのもおすすめです。それでは、第2位ですが、第2位は、アマローネです。アマローネは、イタリアの北東部、ベネト州のワインで、またこれが変わり種のワインなんですよ。コルビーナというブドウを使って、一度収穫したブドウを陰干しにします。陰干しにすることで、半分干しブドウのような状態になりますから、もちろん水分は減りますので、逆にブドウは濃縮をすることになりますよね。この濃縮したブドウをワインにしますから、色合いが濃くて、渋みが強くて、どっしりとした、濃くなるワインに仕上がります。ちなみに、アマローネと名乗る場合には、辛口に仕上がっていますが、同じ陰干しにしたワインであったといたしましても、甘口に仕上がったものは、レチョートと名前が変わります。これ、細かく見ていくとちょっとわかりにくいので、ざっくりと見ると、辛口のアマローネ、甘口のレチョート、このように覚えてください。もともとこの地方では、黒ぶどうを陰干しにして仕上げる甘口ワインが知られていましたが、ところが、とあるセラーマスターが瓶詰めするのを忘れて、ほったらかしにしてしまったらしいのです。すると、樽の中では発酵が進んでですね、完全な辛口のワインに仕上がってしまった。恐る恐る味見をしてみると、コクがあって、渋みが強くて、独特の風味がある極上のワインに仕上がった。アマローネは現在、イタリアが誇る世界的な人気ワインになってしまいましたが、ワインのきっかけは、セラーマスターのうっかりから始まったとされています。アマローネの人気は凄まじくて、特に高級ワインとしていかに楽しまれているか、Google の検索数を見てみるとよくわかります。これは世界でのアルファベットでのアマローネの検索数になりますが、12月の後半に検索数が大きく偏っているのがわかると思います。これはクリスマスシーズンに好まれて飲まれていることから、アマローネは年末商戦の繁忙期にふさわしいワインだと多くの消費者は考えていることがわかります。おそらく世界でもアマローネでしかできないような味わいですし、特にイタリアワイン好きの方であれば熱狂的なアマローネワインファンも多いので、これを機に覚えておいてください。それでは1位がバローロになります。
5位までの検索数の推移を比較するとこのようになります。圧倒的な知名度ですよね。これは日本での検索数の比較になりますけれども、世界での検索数の比較でも概ね同様の結果になっています。また今回はバルバレスコは5位だったんですが、バロロと特徴が似ていますので外しましたが、バルバレスコの検索数も入れればもっと差は開くことになります。なお今回はイタリアワインの中でも高級ワインにフォーカスをしていますから、キャンティだったりソアベ、アスティは除外していますので、そこはご了承ください。バローロはイタリア北部ピエモンテ州の赤ワインで、ネッビオーロというブドウから作られます。このネッビオーロというブドウは世界でも個性的なワインが作られると知られていて、おそらく世界で最も著名なブドウ品種ということで知られています。著名であるということは、それだけ渋みや酸味が強いということで、これらの成分が強いから、だから熟成は穏やかに進むということになります。熟成が穏やかに進むことによって、何十年と経過した後に表変をして、世界でも他にないような唯一無二の品質のワインになります。バロールやバルバレスコの生産地のピエモンテ州はグルメでも知られていて、多くの地方料理がありますが、その中でも特に高級食材が有名です。白トリュフはピエモンテ州の特産で、おそらく世界で最も高級な食材の一つです。もともとローマとヨーロッパの各都市を結ぶ中継都市として栄えただけあって、高級料理店も多くて、それらのリクエストに応える形でバロールは品質を上げたのでしょう。バロールやバルバレスコを見るにあたって、やはり注目するべきは新旧生産者の衝突になります。これはバローロボーイズというキーワードで紹介をされることが多いです。1990年代に入ると、若手生産者を中心にとある一つの潮流が生まれます。それまでのバロールは渋い、酸味が強い、若いうちは楽しめずに熟成に何十年もかかってしまう、これでは世界のワインとは競争できないと考えた若手生産者は、よりソフトで若いうちでも楽しめるようなバローロ作りをしたのです。時代も後押しをして、それらの若手生産者が作るバローロは評論家から高い評価を受けるまでになります。すると当然ではありますが、伝統的なバローロ作りをする生産者はいい気がするはずがないですよね。これまでの伝統を無視して評論家に追従するようなワイン作りをしやがって、俺たちが作った名声にたどのりしてるだけじゃないか、心中察すると色々な言葉が出てくるとは思います。またワインファンとすると、これらの意見の衝突は興味の的になりますから、ジャーナリストも煽り気味に紹介をすることになります。これを受けて、しばらくの間はバローレやバルバレスコは新旧生産者の二極化のように捉えられていた時代もあったのです。で、現在はどうかというと、当然新しい手法には目新しさだったり時代との親和性だったりのメリットがありますが、伝統的な手法にも歴史や安心感というメリットがあります。これらがありますから、完全な二極化というわけにはいかないんですね。当たり前ではありますが、時代とともに折衷路も出てきます。これを受けて双方の良さを取り入れている生産者が多くなったような気がしています。ジャーナリストに関しましても、これまでの対立したかのような論評は下火になっているように感じます。バローロを味わうときは、現在でこそ意見の衝突は見られませんが、以前はそれこそワイン界を大きく騒がすほどの意見の違いがあった。これは何を意味するのかというと、それだけ真剣にワイン作りと向き合う生産者がいた、これを意味しています。どういうスタイルのワインが好きか、どういうワインのスタイルを評価するのかは、これは消費者が決めることですから、どっちでも構いません。ですが、いざワインをお飲みの際には、こういう真剣な生産者が作ったワインなんだ、それだけワイン作りに誇りを持っているんだ、これがあって以前は意見の違いを生んでいたんだ、こんな風に思いを馳せながらワインをいただくことによって、また味わいは変わってくるはずです。はい、いかがでしたでしょうか。今回は高級イタリアワインのランキング5選でした。今回は単純にランキング形式でワインを紹介しましたが、あなたの中には一つのテーマが浮かび上がったはずです。ワイン作りと一言で言っても決して表面的なものではないし、いろいろなドラマを経て現在のワインがあって、それぞれの思惑が反映していることが分かったかと思います。1980年代に入りますと、ワインジャーナリストが台頭してきて、ワインがいよいよ世界的な価値を得るようになります。すると当然、もっとボルドー風の味わいに仕上げた方がいいんじゃないか、もっとフランス風の味わいに仕上げた方がいいんじゃないか、こういう流れが起こってくるのです。ですけれども、冷静になってしまうと、この一つの定規で測ってしまうと、全てのワインがフランス風になってしまって、ワインの一番の魅力の多様性が失われてしまうことになってしまいます。ワインは決して一つの定規で測れるほど単純なものではありません。もちろん僕たち消費者もいくつも定規を持っている方が、ワインブックスとしてはワインが楽しめると考えています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。